クバーニ人民共和国は、現在のクバーニ地方に、コサックが建国した国家である。ハンボリシェビキの共和国であったが、ロシア内戦で、共産主義政権に破れて滅亡した。1918年1月28日、国の政府機関となるクバーニーラーダで、 樹立が宣言され、同年2月16日に独立が宣言された。クバーニ人民共和国は、ロシア帝国時代のクバーニ州の全領土を領有していた。ロシア帝国時代、クバーニ地方は、クバーニコサック軍の所領であった。多くの似た地域のように、この地域も、人口統計学的に、ロシア政府の直轄地とはいくつかの違いがあった。 西部と中部の地域はウクライナから1792年に移住した国会コサック軍の子孫が広く居住していた。南部と北部ではドンコサック軍の子孫のカフカース防衛線コサック軍が人口を構成していた。歴史的にはクバーニコサック軍は中央アジアの山岳民からロシアの国境を防衛する任務を司っていた。山岳民族の襲撃は 1860年まで、およそ60年間続いた、カフカーズ戦争に、直接の原因を持っていた。クバーニコサック軍は、長きにわたる、戦争の間、ロシア帝国軍のために、大きな兵力を送っていた。また、クバーニコサック軍からは、サーリの個人的護衛も送り出されていた。 これらの中精神に対する保障として、クバーニコサック軍には税を免除されるなど様々な特権が与えられ、半ば独立した立場を保障されていた。彼らの生活の軍事的性質は、スタニーツァあるいはクーリニと呼ばれるコサックの伝統的な社会組織を中心に構成されており、地域のおたまや指揮官の選挙など大きな自治権を持っていた。しかしながら、 アレクサンドル2世の知性になって平和になったクバーニ地域は投資対象として重視されるようになりロシア、アルメニア、ウクライナなどから農業を行うために農民の大規模内住が行われた土地の所有権の問題が農民とコサックの間に大きな摩擦を起こしたが当時の国策にかなう移民側の利権が優先されることがしばしばであった 初代共和国議長、ルカー・ブイーチ・ペトログラードで2月革命で成立した、臨時政府は第一次世界大戦の継続を決定した。軍部隊では沿線気分が高まっており、この決定に失望した、クバーニコサックの部隊は前線を見捨て、オスマン帝国の南部からの侵攻に脅かされる、故郷を守るために、故郷へ戻った。帝政時代、クバーニは、 サーリに直接任命された任命オタマンに直接統治されていた。任命オタマンは多くの場合、ヒコサックの老練な将軍が務めていた。2月革命で皇帝ニコライ2世が退位すると、すぐさまクバーニラーダが議会をクバーニにおける唯一の政府体制として1917年3月に宣言しクバーニ全土を統治する軍事政府を作った。 同年6月17日には、新しいロシア民主共和国の枠内で、クバーニ人民共和国の建国が宣言された。ボリシェビキによる10月革命で、ロシア共和国が倒された後、クバーニの人々の間では、グループ間の不一致が顕著になっていった。多数のヒコサック系農民は、ボリシェビキ政権とクバーニソビエト共和国に感化された。 1918年2月16日、ラーダは、クバーニ人民共和国のロシアからの独立を宣伝する。1918年3月、ラーブル・コルニーロフ式する義勇軍が、ボリシェビキ系の赤軍を撃破すると、クバーニ・ラーダは再建され、その下に入ることになった。以前ロシア帝国に忠誠を持っていたコサックは、白軍派を支援することになった。 義勇軍がクバーニーにいたボリシェビキ勢力の総統に成功したすぐ後に前線は北のドン全体軍の領域まで動いた。戦線の拡大はラーダに大きな影響を与え、1918年6月には指導部とコサックの不和が大きくなり始めた。主な焦点はウクライナ系コサックの国会州とロシア系の防衛選手の不和であった。 前者は外部に頼った自治権の保持に失望して完全なるクバーニの独立を施行するようになり、後者は大ロシア国家の再建の夢を信じ続けたのである。大ロシア主義を掲げる白軍はクバーニコサックを分離主義者とみなした。コルニーロフの後白軍の司令官となったアントオン・デニーキン将軍は徐々にクバーニラーダに不満を募らすようになった。結局、 ラーダはパウロ・スコロパードシキィのウクライナ国との連邦同盟結成を目指すようになり、ウクライナ国崩壊の後はグルジア民主共和国とのよく似た連合に参加した。しかし、フランスにいた外国施設が独立を宣言すると、火花は飛び散った。いくらかのコサック兵は政府を離れ、その他は赤軍に亡命した。1918年12月、議会は、 第一委員長、ルカー・ブイチの率いる、クバーニ代表団を1919 19年のパリ、平和会議に向かわせた。4月までに、まず国際社会が、ボリシェビキからの防衛のためクバーニを、独立国家として承認するよう要求した。同時に、デニーキンの白軍との協力拒否も宣言された。ところが、 このいずれも連合国を満足させることができなかった。しかしながら、クバーニ人民共和国は、ウクライナ人民共和国、ドイツ帝国、オスマン帝国、グルジア民主共和国、北カフカース山岳共和国とともに、法律上では承認された。デニーキンは19、1919年11月6日にこの裏切りを知ると、 ラーダの長者を包囲するよう命じた。そしておたまんであったオレクサンドル・フィリモノーノと、その同志であるラーダのメンバー10人を逮捕した。この中に含まれたパウロ・クルハーンシュクウイーは、反逆罪によって公的に公主刑となった。ロシア系防衛選手は、デニーキンの側につき、義勇軍兵士として戦った。1919 19年12月の後には、 デニーキンは敗北し、赤軍のクバーに進行が予想されるようになった。いくつかのウクライナ系、国会州のグループはラーダを再建して、義勇軍を脱走し、独立することを施行していたウクライナ、人民共和国やグルジア民主共和国と、ボリシェビキに対する共同戦線を張ることを試みた。しかしながら、1920年初頭には、 赤軍がクバーニの大半を占領し、議会も、デニーキンも追い立てられた。ソ連と、それを継承するロシア連邦の歴史家たちは、白軍と断絶するというクバーニ人民共和国の決定は、ロシア内戦における決定的な裏切りであったと見ている。この行為こそが、ボリシェビキの最終的な勝利を呼んだターニングポイントの一つとして考えている。一方、 ウクライナの歴史家は、クバーニ・ラーダの同盟の推移を見て、クバーニ人民共和国は、クバーニコサックによるウクライナとの連合の、試みだったと主張している。最後の首相となったバスイ・リバニスは、スコロパードシキーが、もっと毅然と振る舞っていたら、またナチーユ将軍の率いるウクライナ人民、共和国軍師団がクバーニに送られていたら、 ウクライナは反ボリシェビキ運動の中心になっていたで、あろうと主張している。イバニスは中央同盟国の助けがあり、アレクサンドル・コルチャークが東部で同時に行動したら、彼らが早期にロシアを再度取り戻すことができたかもしれないと述べている。ありがとうございます。